スズキの原付スクーター、アドレスです。今回の動画では、このタコメーターを取り付けていきます。Amazon で見つけた、安い埋め込み式のものです。プラグコードに配線を巻くことで、回転数の信号を取り出します。プラスとマイナスの配線は、とりあえず、バッテリーにつなげて動作を確認します。なぜか3桁表示ですが、一応、正常に動いていることを確認できました。メーターは、インナーポケットの底に埋め込もうと思います。サンダーで穴を開け、裏側は、樹脂をハンダで持ってみました。プラスの配線はヘッドライトのロービームに割り込ませます。マイナスは、近くのボルトと共締めし、ボディアースしました。取り付けが完了しました。試乗してみます。取り付けた位置は問題ありません。少し目線を落とせば、簡単に確認できる位置です。ポケットの底に埋め込んでいるので、ペットボトルを入れたりすることもできます。ただ、肝心の回転数の数字が読み取りにくいです。選ぶメーターを間違えたかもしれません。近いうちにやり直してみようと思います。おすすめのタコメーターをぜひ教えてください。お願いします。ガレージシンでは、今後もバイク動画をアップしていきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。